川の中に石がある。拾いに行く。あ、この川深い。ブル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 。助けて、流されちゃ。ブル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 。ブル、しーちゃん。助けて、しー、ブル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 。ブル、ブル、まさおくん。かずまくん。ブルブルブル。ねねちゃん。ななこねいさん。ミサイブル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 。僕はまだ死にたくない。ブル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 。この川深いから。この川深い。ブル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 。どうも皆さん、おじゃす。ってことで、今回もね、やぶさめホバーのね、話なんですけども、今回は結構前からね、話をいただいていたこの、エフェクトを残すっていうバグなんですけども、例えばこの水あるじゃないですか。この水で歩くとこうやって水しぶきがこう出てくるんですけども、なんとやぶさめホバーしてるときに水に入ってジャンプすると、なんとこんな感じでね、水しぶきがね残せるんですよね、このゲーム。はい、よくわかんないですけど、よくわかんないですけど、なぜか水しぶきが残ると。まあ、音はなんか若干してるんですけど、はい、こんな感じで。これをね、他のやつでもちょっと試してみようかなということでね、まあ、やっていこうかなと思います。はい、じゃあまずはですね、こちらの今雪をね、エフェクト残していこうかなと思います。まあ、普通はなんかこうザクザクと、音が鳴ってるんですけども、ジャンプしてみると、まあ、こんな感じでなんか微妙、なんか物足りない感じがするんですけど、まあ、一応雪のこのザクザクみたいなエフェクトと、こうなんだ、雪がこう舞ってる感じのエフェクトは若干残ってるのかなっていう感じがしますね。はい、次はこの砂漠に来てるんですけども、まあ、砂漠、こんな感じで、まあ、またサクサクみたいな感じの音が鳴ってるんですけども、ここでジャンプすると、はい、こんな感じでザクザクとね、まあ、雪と同じような感じで、あんまり見た目的に面白いことはないかなと、そんな感じがします。はい、なんかちょっと砂煙がないのがあれですね、ちょっとつまらないですね。走るときなんか こんな感じで砂煙上がってると思うんですけど、なぜかジャンプすると、まあ、そこのエフェクトは残らないと、そんな感じがします。はい、はい、お次はですね、こちら、まあ、ゴロンの、ね、火山地帯にいるんですけど、まず最初にこちらトロッコ の鉄のあれあるじゃないですか、鉄のね、でここに走ってるとこうやってこんな感じでカタカタってこう音が鳴るんですよね。なんとこの音ですらこのヤブサメホバー拾ってくれると。はい、こんな感じで、まあ、空中からね鉄の音がするっていうちょっと謎な怪奇現象起きてるんですけどもまあね、こういうね音もねちゃんと拾ってくれるということでね、多分祠とかも多分足音が違うと思うんですよね。なんで祠あたりでこうやると多分音が変わると思うんですよ。こんな感じでちょっと音が変わるんですけど、まあ、若干分かる人には分かるって感じの音の違いですね、これは。はい、で、まあ、皆さんね、まあ、気になってると思うこの溶岩、マグマのエフェクトも、まあ、残んのかっていう感じでね、まあ、ちょっとやっていきますわ。はい、いくよ。じゃあいきますよ。すっ、はい、じゃあこれがラストなんですけども、なんとね、このガノンの汁、ガノン汁ですね、これ。ガノン汁のエフェクトもなんと残るということでね、まあ、ちょっとサムネイルも気になった方も多いと思うんですけども、まあ、ちょっとやっていきますね。まず、まあ、すぐ乗って、ジャンプすると、はい、こんな感じで、なんとガノンのね、この汁の、このなんだろう、エフェクトも残ると。まあ、音といい、この見た目といい、ちょっと邪悪感が出て、この、ま、ダークリンクとか、あと、これ、ファントムガノンのね、装備とかつけると、すごいこう、闇の、
闇の魔王みたいな感じのあの感じが出て結構好きなんですよね。皆さんもね、あのいろんな防具つけて、まあ、どれが一番合うのかみたいなのをこう吟味してみると面白いかもしれませんね。はい、はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。まあ、今回は、まあ、小さいネタではあったんですけども、まあ、あのガノン汁のやつがちょっと面白くてあの紹介させていただきましたと。はい、で、まあ、自分が思いついたやつ以外にもなんかありそうな気がするんで、まあ、思いついた方はね、あのぜひコメントしていただけるとありがたいです。はい、まあ、そんな感じで皆さんお疲れ様でした。次の動画までバイバイ。